キチャンネル。ジョン。こんにちは。圧倒的優勝候補ソフトバンクです。はい。はい。もうソフトバンクやる必要ないんちゃうかっていう。いやでもあれじゃないですか。どこのポジションがサバイバルかっていう動画ですから。ある？もう戦力拡大すぎて余ってんちゃうかっていう、逆に。まだ2チーム作れるぐらいの戦力ですからね。うんうんうん、だってキャッチャーも甲斐でしょ。はい。で峰井がいいんでしょ。はい。ファースト。うん、まあ、これ俺の予想だけど、ファーストはもうアストディーヨだ。はい。あの新外国人ですね。新外国人。うん、でセカンドが三森。はい。でサードが栗原やるらしいんだよ、ね。うん、でもアストディーヨはサードもできるらしいんだよ、ね。はい。サードかファーストがメイン、うん、でショート今宮でしょ、うん、であのレフト近藤でしょ、うん、センター牧原でしょ、はい、ライト柳田でしょ、うん、で DH がホーキンス、うん、新外国人の、うん、終了。そうですね、うん、な語ることも、もう中村晃ですら出るところない。去年2割7分7厘持って柳町ですらもう補欠。うわー、周東なんて侍ジャパン入りなのにもうホークスではもう補欠、うん、上林も去年前半調子よく、まあ、怪我して離脱しちゃったけど、離脱するまでは3割打ってたけども補欠、はい、渡辺陸もいいところ見せてパンチ力あるなけど補欠、うん、野村勇70何年ぶり新人ホームランを2桁打ちました、はい、補欠、まさき慶応からの右の長打砲補欠、うん、すごいですね。でも本当に去年いっぱいコロナで抜けた時にすごく頑張って、うん、その筑後ホークスって言われて出てたメンバーたちですもんね。そうで、しかも結果も残してるけども、うん、全員補欠、補欠、はい、リチャード、はい、チャンスつかめず一軍にすらいないでしょう、うん、うわー、そう熱いな。ガルビス4億円だけども全く活躍しないから契約切れないだけでほぼ使わなそう。でももうノーサバイバーもノーサバイバーよ。はい、もうだって決まってんだから、うん、全員、まあ、新外国人2人は多分最初出しますもんね。だからもう野手ノーサバイバー、はい、だからもう語ることない、うん、頑張れっていう。もうそれだってもう 99% が優勝予想やと思うよ。はい、そうですね。逆に負けたらやばい、うん、まあでも、うん、どうせ怪我人出るからね、はい、そこが怖いところでホークスはね、うん、ピッチャー、はい、先発ね、うん、まあ千賀が抜けたけども、はい、抜けたけども、まあ、東浜でしょ、うん、で有原でしょ。あ、そうだ、これはもう上がって確定でしょ、さすがにね、そうです、最初はね、うん、でガンケル、はい、石川、はい、バンドも俺は確定やと思うんだよ、うん、最初はね、はい、先発やらすからね、うん、で和田投手もいます。和田ね、うん、じゃあもうノーサバイバーです。これで6人ですもんね、うん、でまあ和田とかはね、そのローテーションずっと回れるわけじゃないから、うん、そこにまあ大関ね、うん、とかあとは武田、はい、ああそうですね、とか田上、うん、とかがまあ出てくるんちゃうかっていうね、はい、まだ控えてる、うんうん、じゃないのかなっていうところだね。先発はね、先発も千賀投手抜けてもいますね。そう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 、まあだってあり、藤井も先行するんですね。あ、藤井も先発転向するかさ、転向するってなると使うじゃんな、あんだけリーグでもよかったから、うん、あとガンケルうんうん、だってリリーフだってオスナでしょ、はい、モイネロ、もうそこが後ろですもんね。でツモリね、うん、で又吉ね、はい、で加山ね、うん、松本、うんね、泉、はい、もう泉も若干怪しいんちゃうかっていうメンバー多すぎて、うん、甲斐野、はい、何人いるんやっていう。森ね、はい、ピッチャー陣もノーサバです。まあ決まった人だけでサバイバルしてる。だからもう多すぎる。そう、はい、あ、こいつ確定やろって言ったら先発7人ぐらいいる。だからまあその中でサバイバーだね。はい、だからの枠が自由に空いてるわけじゃない。うん、もうほぼほぼもう見れば見るほど強い。一番つまらん回やな。でもわかんないですよ。野手またその去年ガルビス選手、まあ、開幕ホームラン打ちましたけど、うん、それ以降がちょっとこうあれだったじゃないですか。そう、でもまあ最初はこれで、でもダメだったらさ、うん、結局ファーストに中村晃入ったりさ、うん、はい、で DH に柳田回ってさ、野村勇とかシュートとか外野守るだけだからさ、あと柳町とか、まあそうですね、だからまあ別にこいつらが活躍しなくたって
犬の人、しかもそこサバイバルじゃなくてただもう順番待ちしてるだけだから、戦わない、順番待ちしてるだけだ、うん、わあ、そう、暑いですね。いや暑いよね、うん、でもアストゥディーヨ選手はショート以外どこでもできるらしいですよ。キャッチャーもできるしピッチャーもできるらしいですよ。いやいや、本当大体言うのよ、どこでもできるって。はい、キャンプにグラブ4種類持っていくって言ってました。いや、それはもうご自由にどうぞもう持っていくのはね、はい、もうキャッチャーも出ろって言われたら出ると、うん、お昼の、はい、LINE が来ました。やっぱ前回ね、はい、言ったじゃん、はい、やっぱその経費かけてないって言って、うん、だからもっとね、叙々苑弁当とか、はい、あとは今半とか、はい、うん、弁当いつも500円とか600円やっつって、はい、うん、で今日のご飯何しますって今 LINE が来た、はい、スタッフから、うん、ね、800円いいですね。この間だって500円のワンコインのキッチンカーから、うん、今日ちょっと800円の、はい、300円プラスさせていただきます。キッチンカー300円プラス、300円上がった。ちょっと上がります。500円から800円、はい、からでも600円でしたからね。で、うん、でもそのでもガブでも変わってへんで、経費かけてるって言ってんだからかける。これちょっとこっち向こう傾いてるんですよね。これしかもなんかちょっと汚いぞ。あ、本当だ、拭いてんのちゃんと。人手不足人がいないんですよ、そこにかけてる人がいないんですよ。いや、これ10秒です。 でもあれやろ、寝てんのやろ。寝てないですよ。寝るわけじゃない。寝てない。寝る必要ないですよ。いや、何やってんの。すぐ出さないといけない。それあれだっちゃうな、仕事が遅いだけじゃん時間かけてるからっていいわけじゃないんだよ。遅いっていうパターンもあるからでね。ああ、ね、青空が遅いかもしれないですね。あ、人のせいにしない。だいたい人のせいにするやつってろくでもないよな、まあ、俺を筆頭に遅いと教わってるからしゃあないですほら、もうソフトバンクなんて言うことないから。昼の話始めちゃったじゃないですか。尺伸ばさなきゃいけないから余計なことばっかり言っちゃったじゃん本当ね。でもお昼まだランチね、はい、そうだね、いい動画、うんうん、今から食べよう、はい、ご飯ね、はい、でも本当ソフトバンクはね、うん、もうノーサバイバルよ。しかも別にダメだってもそうまずいから、はい、それはもう本当に優勝候補一等だから。でもこのままソフトバンクは本当に優勝したら面白くないからね、うん、でもどうなるのかっていうところは見どころあるけども、どっかが食い止めてほしいですね、やっぱり。でも僕は2023年何が起こるみたいなやつに、うん、まだ去年の最大でガルビスの再来が生まれるって言ってるんで、これが当たるかどうかは本当に楽しみです。え、ガルビスの再来が当たる、どういうこと。開幕だけ頑張る外国人がまだ現れるっていう。 でも別にそれでダメでも次いるからね、うん、別にそんな困んないと思うよ。外国人当たんなくても、当たったら当たったらでえげつないけど、うん、だってもう打順すごいよ。だって1番セカンド三森、うん、2番誰なんだろう、今宮選手とか、うん、今宮とか牧原とか、うん、でクリーンナップがギータ・ホーキンス、あ、近藤もいるし、あ、近藤選手で外国人2人いるし、近藤もいるし、ギータもいるし、うん、栗原もいるし、はい、やばいな。まあ、はい、すごい派手なキャンプ見に行こう。そうですね、で後ろはモイネロ・オスナいて、うん、で又吉ケガから帰ってきて、はい、完璧だな、うん、はい、ということで結果は、はい、もうノーサバイバルっていうことで、どこも1ミリも空いてないです、はい、はい、